名曲は？ここで喋んないとマイクが拾わねえんだよ。無理やりじゃん。あれなんだ、あれまた誰か来た。おお久しぶりぶり。お、誰か来た。おお久しぶり。いきなりいらっしゃい。いらっしゃい、お帰り。いいですよ。なるほど、私はラリーですけども、先輩、先輩たち来た。もう先輩ラリー久しぶりじゃない。元気？いや元気ですよ。お帰り。いやいやいや、まあ、体できてるからね。あなたフェイマスよ。 You famous。 知らんから君。まあまあ座って座って。ドイツってドイツ、何言うてんねん。ドイツってドイツ、みんな知ってると思いますけどね、はい、ガーリックボーイズのこのお二方、はい、ね、これあのラリー、はい、はい、あとあの彼が、彼はここリアルっつってのね、ロッドさん。リアルっつってでしょ、ドイツで一緒にやった。あらまあ、もうガーリックボーイズがお世話になりました。本当に知らんから知らんから。坂本ちゃん坂本ちゃんじゃないのよ。もういいからいいから。まあとりあえずなんかね、そんなことね、何しに来たんだよ。いやいやいや、今これ物をお届けにね、デリバリー。お届けこれか。ドイツからわけやから、まあ、いい人たちだよ。いい人たち、まあまあ、ちょっと喋らせろって。はい、ロッドさんだ、これドイツから、これわざわざニューチーズを、密輸密輸じゃない、はい、普通に普通に持ちながら、ハンクロックユニバーサリー、かっこいいね。そうですね、英語読めんだよ俺。ニュー T シャツがこれね、あのプレゼントってことで、やった視聴者の皆様にこれ、これ1枚イヤホー、ランニュー、ね、あれでしょ、ドイツでは大スターなんでしょ。大スターですよ、ほんと驚くぐらいに。驚くぐらい、はい、どうだったの、ヨーロッパずっと今誰と付き合ってんの。ドイツ語喋れるようになった、うん、ちょっと喋れるよ。ほんと、ちょっと言って、アインツバイ、誰聞いてないもん。ああ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 あまあ、ドイツ語やからね。ドイツ語、うん、ドイツ語喋れるよ、ね、うん、同じ話してたんだって俺。これはお前聞けよ、人の話、うん、聞かずにこれでも眺めてもらう、はい、でね、はい、その時の、ちょっとねツアーのユーザーロックユニバースってことなんで、あ、これ出てきた、ほら、お、これどこ、これあのベルリンですね。あー、ベルリン、すげえ人じゃん。モテた、これ何、これガーリックだ。いや、モテないし。あらんま、これガーリック、ドイツ人乗ってんちゃう、割に。ドイツ人、すごいすごいすごい、何それ、トリックじゃないから、これマジで、マジで違うバンドのやつ。違う、うわー、ほらほら、ブーツよ、ほんとだー、ブーツよ、ブーツよ、人気があるで。これちょっと待って、これ日本より人気あるって話。そうそう、あれもええやろ、そこね、そこ、すげー。これ日本語で曲とか歌ってんの。そうですよね、ヤロトさんが一緒に歌ってくれたよね。いろんなことをやってみたりしたわけよ。Are the Garlic Boys getting famous in Germany? I hope so, yeah. Yeah, なんか人気者になってる。あ、これは、これはロッドのバンドだ。そうそうそう。うわ、爆発しちゃったよ。シリーズで撮るから、これ。これも大人気なんですよ。大人気だね。なんかさ、メンバーがソロ出すと、これなんかチャートでトップ3になるとか。あ、猿。そのぐらいなんでしょ。猿じゃないよ。いや、可愛い子ちゃんがいるし。すごいじゃん。俺らじゃないからね、これは。俺らじゃないよ、これは。ジャニーズの韓国ライブじゃない。違うでしょ。言ってることが分かんないよ。あまり無理せずに、普通に、普通に。ヨーロッパツアー、ね、何カ所あった？7カ国ぐらい、全部で25ぐらい。何回目？結構回ってる。ほとんど1ヶ月で回ったの。1ヶ月でほとんど。すごい、何食ってたの？パンとチーズとハムと。あらまあ、毎晩飲んでウォッカとか。いや、ウォッカ全然違うから。あ、それソ連って言えば、それ言わへんよ。それロシアね、ロシア。まあまあ、そんな話。頑張れ、ゆうちゃん。大丈夫ちゃん、大丈夫だよ。ねえ、で、まあ今回さ、あれテーマで、今まで一番辛かった仕事なんて話してんだけど、二人は仕事してないもんね、ずっと。大丈夫、リミックス感覚、リミックス。あ、違う、一番辛かった仕事。俺番組混乱してるわ、名曲だ。じゃ、俺今考えてんけど、何あったっけな。考えましょう。ほっとかれすぎちゃうから。名曲は？名曲？名曲なの？自分なのじゃなくて考えそっての。尾崎健吾。尾崎、また会う日まで。ああ、そうそうそう。年近いじゃん。最近好きですね。最近。最近好き。最初から聞かへんと。最初は笛法だから。あれをカバーしたやつ、同じサンプリングしたやつが笛法になった。マジっすか？だってパッパッパラララドン、パッパッパラララ。パラを45回転でやったのが、この話って後でしてもいいんじゃないの。なんか楽屋トークでしょ。いや突っ込むからさ、
ね、どうせでもさ来てもらったんだったらなんか歌ってもらおうよ、うん、あいいね名曲いいねじゃあニンニク少年のテーマニンニク少年ニンニク少年の歌が歌始まったあなんか歌ったよ受けてどんどん歌えるんだそして解き放つ嘆き本当に本当に有名なのか日本語やでだっていやここ日本語やでこれ覚えてくれはってねおえ今の日本語だったいやいや日本語や日本語やで聞いてないもん話いや聞いてる聞いてる聞いてない聞いてない聞いてる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 ガーリックボーイズいや聞いてないからすごい初対面や言うたから10年前から何を話し合ってんねん違うの1週間前ぐらいだから資料もらってるからマジで初耳やなそんなねえまあとりあえず今日はあれみんなに来てもらったんだけどこれ今度ツアーとか来るのロッドは来ます来ます5月にねあ本当 They coming up for tour? Yes, on May Middle of May その時はガーリックボーイズも一緒一緒です一緒ですああじゃあ一緒にツアーやる時5月だとね残念ながらこの番組終わってんだよねマジっすかだからまあ次の番組に来てもらおうかなね、まあじゃあその時はまあ、はい、お願いしますということでよろしくお願いしますじゃあ本当今日はいろいろありがとうございましたいやいやすいませんほんまにいじけちゃったよゆうちゃんいじけるよマジですかいやゆうちゃんね勉強してきたよマジですか実は先週ぐらいからガーリックすごいガーリックすごいって言ってたんだよだってビデオ見てきましたよそうなんだよいやだからそりゃ話しますよ楽屋で話しましょうもっといやもっと楽屋っていうかあここでねここで話しようあそうだねせっかく、まあ、ねわざわざ来てもらってねまた日本でもツアーやるんでしょ5月にね一緒にあと7月のなんかもやるでしょ7月は2月2002年2002年の2月はもう我々だけなんですけどね、うん、5月はこのディアルチェとカップリングでやるんだやるんですすげえなーどうでしょうこれ皆さん輸入だね輸入品、うん、UFO 感覚だねユナイテッドフューチャーオーガニゼーションそっちの UFO 感、うん、そっちだ俺たちはすごい情報がたくさん持ってるから大変だよねここの中がね、なかなかハードディスクが回らなくなってるこの状態、はいまあとりあえずじゃあ本当また番組にも遊びに来て、はい、でゆうちゃんも本当ガーリー気に入ってるからマジっすかだからライブしに行きなよハイスタンダードより尊敬してるよあー出たこれ言うの大変じゃないですか大変ですよ1時間番組してもらいましょうかこれ、ね、特別番組ねもうじゃあどうガーリックライブ来てくれるか自分がやったことなんですよ本当ライブやる、ね今度やりましょう。いや今やる、ね、今できないんですよ。今やんないよ。メンバーがいないですよ、ね。あ、そうか。ね、大阪と東京分かれてるんですよ。バンドメンバーが。そうなんだよ。大変なんだよ。そうなんだよ。僕らがベースと僕が東京。あ、聞いてるんです。話聞いてる。すいません。女の話がしたいあらまあ六本木はすごいから入りやばいからこれから飲みに行こうと思ってますから入りやばいからもうぼったくりもう捕まっちゃうから最近はおととい知り合い捕まっちゃったあれだよもう今日は来てくれたしでゆうちゃんの気持ちも伝わったしマジっすよねお願いしますよもうだってディスコグラフィーとか知ってるマジっすかああもう感動的だハウスウィート最高だゆうちゃん最高ドイツ行っても大丈夫かこれでも大丈夫ドイツ行ってもでかい客の前でやれるよ正座ですもんお願いしますいやいやいやこの後もライブなどなどいっぱいあるんで進めましょう次のクリップゆうちゃんさあこれはね俺もよく聞いたあのアーハの名曲で Take on me これをねあのねアメリカのスカバンドのなんだっけリールビッグフィッシュがカバーしたこれ去年ね CM ソングとか使われてたからあの聞いてみてくださいそれでは見てみようリールビッグフィッシュで Take on me はい